金曜日の名物コーナー、辛口ピーコのファッションチェック。今日は秋の夜長、おすぎさんのシネマパーティーに集まった人々の秋の装いを我らがピーコさんが徹底チェック。ピーコさんと一度ファッションの話をぜひさせていただきたいなと思います。こんにちは。今週都内で映画ジータスの試写会が行われました。試写会の後のパーティーには映画評論家のおすぎさんが特別ゲストとして出席。軽妙なおしゃべりに楽しいお酒、秋の夜長にふさわしいパーティーになりました。ピーコのファッションチェック、今日はシネマパーティーに出席した女性たちの秋の装いをチェックします。どんな人がいらっしゃってるか全然知らないし、おすぎがこういう仕事してるのも知らない。私はこれだって知らくちかないんだもん、うちで。そうなんですか。すごい若鷹と同じような仲が悪い兄弟か。2年ぐらい聞いてないですね。そうですね。だってその辺は置いといて、今日はファッションチェックですか。ファッションチェックです。 I wanted to be stylish. I also like to dress comfortably. So楽な格好で綺麗な感じということなんですけど、やっぱりね、どこまでですかなっていうと、こういうミニのスカートのスーツ着ててもね、上がちょっとフェイクファーを作ってちょっと重い感じでしょ。でどこがねすごいのかなと思って、日本の人には無理ですね。外国の人なので、膝から下のすねが長いんです。でね、すねが長いのとももが長いのとじゃ全然違うのね。そうだから、その意味ではもう全くね、お召しになってらっしゃるものやなんか高いんですけど、何もここに書いてないんですね。で、とてもこの時計はとてもリーズナブルの値段のものなんですけども、綺麗に着ていらっしゃるし、さっぱりして着ていて、で今年はファーがね、トリミングしたりするの流行りなので、やっぱ黒いスーツにこの豹の柄というのがとても髪の毛に待っていて、この方はきっとご自分に合いそうなものを全部知ってらっしゃるんだと思いますね。一応十字架をモチーフということと、あと色的には一応白が、キリストに私にとってはイメージかなということで、パンツスーツはですね、どなたかのデザイナーにオーダーで注文なさったっていうんですけど、ちょっとどういう洋服か全然よくわからないんですね。なんかこうちょっとたっぷりした目のパンツに、そして上にかけてのこれインドのサリーをショール風にして巻いているんですけど、お洋服自身がどんなデザインなのかもちょっと普通の大人しおばさん風のデザインだと思うんですけども、まあ色の合わせ方はいいんですけど、全部揃えちゃってるんですね。イヤリングとペンダントと全部で、ここまで色を揃えちゃうと私なんかで言うとアップマッチだなっていう気もします。これは長崎の骨董品で買って、手のところにこう入ってる、そのあれですね。それからなんかインドの雰囲気に感じとしてハマってらっしゃるんです。そして彼女のこういうこの時計をプレゼントしてくださる方がいるんですね。ただ全体から言うとぼーっとしちゃうデザインなので、それでこのパンツの形もとっても面白いというか、変な形というか、オーダーしたんだから合ってるんでしょうけど、なんかわからないデザインですね。清潔感があって秋らしくって、そういったコーディネートをしたくて茶色系でまとめてみました。バッグとですね、それからストールをエトロでして、あとはチェックのただの普通のスーツなんですが、エトロのストールとエトロのバッグで揃えすぎなんですね。でもう一つはこの普通のチェックのスーツにこのエトロのスカーフがちょっとうるさいんですね。でね、どっちか取るっていうよりかストールをいらないですね。このチェックのスーツにエトロのバッグはとっても合ってるので、まあ、このフェラガモの靴もまあ色としたら間違いがあんまりないので、そうするとですね、この L の時計はこのストールなんかちょっと合わないので、そういうの取ってしまう。自分がつけているものをどれか取った方がスッキリするかぐらいのことはお仕事してらっしゃる人の目にも合うのでお分かりになると思うので、これストールお取りください。ままだとなんか偉い格の高いお坊さんがしてるみたいな気になってしまいますね。下半身をいかに細く見せるかというなるべく黒いものね。はい、なんか下半身に自信がないみたいなんですけども、全体ピエスモンテというお洋服屋さんのものを全部着てらっしゃるんですけど、
全体なんとなくぶわっとぼわっとぶかっとしてるのはお洋服の上着がこの人に合っているものではないんです。でグッチの靴はいいんですけど、よく見るとぼっとしてしまうのは袖丈も長い、肩も合っていないという、バッグやなんかお金かけてるのに上着の大きさぐらいは自分できちっと見ましょう。肩とかそういうのが合うものっていうのが、でもだからこのベースモーチのネックレスもなんかこのお洋服になんとなく私は合ってない気がするんです。全体、まあ、主婦の方なんで全体のイメージから言うと、そのヒップのことやなんかを気になさるんだったらピシッとした上着を一つきちっと着た方が、襟も全部なんか合ってないみたいでしょ、なんかかわいそうというか、お金かけてるのにかわいそう。今日のポイントはシルバーで整えました。こちらの58の奥様なんですけども、58歳の割にはこの、まあ、コーディネートというかね、レイヤードルックはとても難しいレイヤードルックをよく知ってらっしゃると思うんです、はい、まあ、痩せてらっしゃるからお洋服が似合うのかもしれませんけど、ちょっと難しいところがありますね。で全体がちょっとこうエレガントにしたのに、靴がちょっとエレガントじゃないんですね。やっぱりアメリカの靴っていう感じがしますよね。それからそうですね、このバッグもですね、これゴブラン折りみたいなものだ、のものだと思うんですけど、この洋服にはこのバッグは合いません。でやっぱりお子様からもらったんだったらバッグを、このバッグ持ちたかったらこのエレガントさじゃない、もうちょっとカジュアルな感じのものにするとかってした方が、まあ、ご主人からもらったものとかお子様からもらったものは全部してこなきゃいけないと思うかもしれないんですけど、そういう時にはちょっとおしゃれの時には考えて、靴ももう少し甘い靴でバッグも甘いバッグを持つというのはどうでしょうか。なかなかおしゃれなんでできないことじゃないと思います。ここまでの放送は、技術は人に温かい、メディカルフロンティア大正製薬と、ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。私のファッションの楽しみっていうのは、こういったものにこういったちょっとした T シャツみたいな感じを一緒にこう組み合わせたりするのが好きで、ピーコさんと一度ファッションの話をぜひさせていただきたいなと思います。ジャパンタイムズのファッション担当の記者さんなんですね。でやっぱりだからコムデ・ギャルソンなんかはプレスの方たちお好きなの で今年コムデ・ギャルソンのですね、プリーツスカートがこれで流行ってきてるっていうので、今流行りのものを着てらっしゃいます。 T シャツもコムデ・ギャルソンのです。靴もすごく合ってますけど、全体に合ってるけど、プリーツスカートってね、なんかこう 見ていただくと分かるけど、ふわっとこう横に広がるので、太った方にはちょっと難しいんで、彼女は痩せてるからこの指輪なんかもとてもいいですけど、ただね、一つね、バッグがカオスっていうバッグのチェックのバッグなんですけど、このバッグがですね、なんていうんですか、全体の雰囲気となんか合わない気がするんです、このバッグがね、なんかもうちょっと黒い普通のバッグを持っててくれると、あれがちょっと主張しすぎるでしょ、全体にね、ブルーの T シャツにも合わない感じがするんですね。自然と一体化できるような装いで今日は来ました。ちょっとこれはね、ファッションのチェックをしにくいんですね。早く言えばなんて言ったのかな、アメリカのね、もともとネイティブアメリカンの人たち のスタイルをそのままセコハンで買ってきたものを5000とか1万円で買ってきたものを全部自分でコーディネートしてるって、これはこの人たちの問題でね、このネイティブアメリカンの格好をすることで自然を取り入れたっていう風になるので、私たちが何か言うっていうことではない。ただ彼女はこうちょっと見た感じがですね、あんまり背が高そうじゃないので、その意味ではこのスタイルはちょっと背が余計低く見えるバランスなんですね。革の刺繍の入った上着が、そういうところを少しバランスよくするといいかもしれません。これがちょっと光るので、パーティーにいいかなと思って買いました。この方はですね、トップスもインナーもパンツも全部、トップスはノーブランドなんですけど、インナーはデッドというところのもので、代官山で売ってるらしいんですけど、シースルーの上着に上からシースルーの、パンツと上をこう着てるんですが、ちょっと胸の開き方とか全体のプリーツがですね、
全体がぷっくり膨らんで見えるんですね。あのすごくでプリンツの難しいとこなんですけど、あのだからとても色の合わせ方なんかも上手で顔の作りも綺麗なんですけど、なんとなくあれ膨らんだ方っていう感じがどうもしちゃうので、もうちょっとこうすっきり見せるためのどっかにね、そのスカーフの仕方もすっきりしてないと思うんですね。あのスカーフまっすぐこう垂らしてくれたら綺麗に見えるかもしれませんね。なんかピッとこう生えてますね。生えてますね。だからそれ意味ではね、はい、最後の方あれはスカーフですか。ストールですね。あれもストールですね。今日はそのストールをワンポイントに巻き方を、はい、ワンポイントでマシンあとお伝えします。